皆さん、こんにちは。井原さんとですね、多様性について対談しましたので、こちらをご覧ください。どうぞ。友人の方にちょっと参加していただきたいと思います。ひがりかさん、よろしくお願いします。はいはい、どうぞ。はい、こんばんは。はい、はじめまして、私、改めましてイベントプランニング D のひがりだと思います。私ですね、南城市とかで、南部を中心にイベントの企画をしたり、またですね、多様性、性の多様性の、イベントだったりとか、啓発をしていたりするんですけども、ここでですね、伊波さんに、聞きたいことがあって、今日はご参加させていただきました、はい、お忙しい中、このような機会を作っていただき本当にありがとうございます。はい、伊波さんは同性婚に賛成だと、賛成の立場と思うんですけども、今後ですね、この6年間もし同性婚を実現するためにですね、どういった取り組みが、必要だと、どういったことを取り組むかということについては、なかなかいろんな課題ありますので、その取り組みということについて、私自身がこれを取り組む、あれを取り組むということは言いにくいんですけども、ただその同性婚になぜ賛成なのかということについてはですね、皆さん、婚姻というのは一体法律上の権利の確保の問題なんですよね。で、それでそういう意味では、今日やはり、人というのは、どうも中田敦彦です。さあ、今日も早速言いにくいんですけども、ただその同性婚になぜ賛成なのかということについてはですね、皆さん、婚姻っていうのは一体法律上の権利の確保の問題なんですよね。で、それでそういう意味では、今日やはり、人というのは、そのヘイトの問題でも一緒なんですけど、その人がその人であることというものに対して、その人が変えられないことに対して、これはそれを理由としたヘイトをすることは違法であるというような立場なんですけど、まさにその同性婚が必要なことは、その人たちにとってそうでなきゃならないという、それ以外のありようがないからこそ、この権利をやはり法律的にはやはり保障されるべきであろうという意味合いで思ってます。つまり自分たちがそうであると思って、それしかなくて、婚姻がもたらしている社会的な、保障というのかな、例えば看取りの時にパートナーとして扱えないというようなこととか、あるいは財産を相続できないとか、いろんなことがあるわけですけど、そういうことをやはり認めてあげる、認めること自体は誰の損でもないんですからね。だからその人たちがそういうことで自分を自分の生き方としてやっていることについて、やはり法的な、保障をすることを躊躇してはいけないのではないかという立場ですね。ありがとうございます。本当に私もですね、今女性としていて、男性でもなく女性でもなく、性別は関係ないんじゃないかと思っているんですけども、パートナーが女性で、また相手が離婚してて子持ちなので、この、子供も一緒に生活しているわけなんですけども、やっぱり保育園のお迎えとかも、家族として入れないので、おばさんという立ち位置で、嘘をついてお迎えに行ったりとかですね、本当になんか自分がなんか生きていることがなんかこうダメというか、なんかこう否定されているような気がして、とても私以外の方々も苦しい思いをしていることとかがあるんじゃないかなというふうに思っていて、
まあ、この日本はなぜこう同性婚ができないのかっていうことが逆にこう私にとっては、まあ、不思議というか虚しいというか本当に思うんですけども、このやっぱりそのできない理由として、まあ、子供ができないから、まあ、こう成り立たなくなるっていうところもあると思うし、こういうふうに私みたいに、まあ、子供を育てている方もいるし、女性女性、まあ、男性男性でも子育てをする人たちもいるっていうところで、本当になんか日本がいち早くこう同性婚ができるようになってほしいなって思いもありますし、まあ、私がちょうど糸満と沖縄県の糸満富城にあのパートナーシップ制度とファミリーシップ制度の導入をあのしてほしいということで陳情書を提出したんですよ。まあ、それをすることで遅れる可能性があるっていう話もあって、あの台湾の方ではそういうファミリーシップ制度パートナーシップ制度をする前に同性婚から先にやることで早く同性婚することができたっていうのも聞いて、あ、自分がやっていることってどっちが正しいんだろうっていうことも迷ってたりするので、ぜひ、まあ、この日本が早く同性婚を取り入れていただけたらと私は思っております。はい、そうですね、私たちはまあ私は賛成してはいるんですけども、ただ今もその自民党などのやはり与党の多くの中にあの、まあ、言ってみれば保守的な考え方っていうんですか、その、家族の制度っていうものが、例えば子供を、赤ちゃんの時にあの保育所に預けることすら否定的な人たちも結構いるんですよね。だから、まあ、そういう意味でなかなかですね、あの思うほど簡単なことではないかもしれないし、日本の文化の中で、だからただやはりそれはでもあのまあ一人だけで抱え込まないで、あのそういうことを通して社会化するっていうのかな、つまり仲間がいればね、一応みんな元気にもなれるから、だからその仲間というものをやはり広げる意味からもそういう中で主張していく。例えばあの夫婦別姓ということで、結婚しない人たちっていらっしゃるんですよ、ね、でだからそれは夫婦別姓もすら認められない今わけですよ。でもこの子供がいて、そして事実上 の結婚を婚姻をしていて、 でもその夫婦別姓は認められないから、戸籍は一緒じゃないと、ね、そういうこと方々もでも自分たちとしてはそれであの そうせざるを得ないんだという思いがあってやっていらっしゃることなので、あのでもそれが認知されてはいるんですよね。だから一つは社会的認知をやるということがやはりその法律上に認める話の前の段階で求められていると思うんですよ。で多分そのステップだと思いますね。つまり法律にで認める前にはある程度の実情の社会的認知があっての前提ということになると思うので、あの今あのそれあのなんて言いますか、 そういう情陳情したこと自体をあの決して悪いことではないと思いますよ。ありがとうございます。これから、まあ、あの今あのオープンで出る人だからこそ、こういう言えない方々 の、まあ、体験ができるように、もっと今後の啓発を続けていきたいと思いますので、ぜひご協力もよろしくお願いします。はい、わかりました。はい、頑張ってくださいね。はい、リカさん、ありがとうございました。